ヘデラーカーシカタゾウムシ、学名メタッポサイアチャスヘドレアファラスはゾウムシか、カタゾウムシ赤に分類されるカブトムシの一種。体長6ミリメートル前後の黒っぽい氷炭型で、幼虫、成虫ともに、西洋木豚を食べる。2010年3月に、日本国30県基礎先町のヘデラ、栽培施設内で見つかり、2012年に新種として、記載された。 この施設以外の産地は知られていないが、東南アジア、中でもフィリピンにはこのグループのゾウムシがミキサイ種も含め多数生息していることから、おそらく本種もその方面からの外来種だろうと推定されている。ただし東南アジアには西洋キズタが自生しないため、原産地における本来の食草はヘデラではないと考えられている。日本への侵入ルートは不明。 種照明のヘドレアファラスは、ラテン語で、ヘデラファラス。全長は5.5から7.3ミ、mm、リメートルほど。前形は、頭部と丸みのある前胸からなる前半部と上羽に、覆われた後半部との間でくびれた、氷端系の胴体に、やや長い足が6本ついた形をしている。糞は前方に伸びるが、それほど長くはなく、糞長は、糞幅の1.2倍程度と幅よりも、 多少長い程度、上面から見ると長方形で先端に向かって、多少幅広くなる。糞の左右背側縁は丸みを帯びる。腹眼はあまり突出しない。オスにひしめずは腹部とそれを覆う上羽根が、やや大きい。足も含めた体の表面全体に、下流上彫刻があり、ザラザラ感がある。全身はむね褐色暗褐色で、足のもも節と軽節はしばしば赤みを帯びる。 一定の場所に、名色の粉を振ったような不明瞭な反紋がある。これらの反紋は、筋力色の円形の微細な臨辺からなり、複眼間、複眼の下べり、前胸、上羽背面に見られるが、反紋の出方には、個体変異がある。また、反紋を作る筋力色の臨辺とは別に、体表には、暗色の単毛状の付属物が、まばらにある。 生キズタヘデラヘリックス元気祭に記された、成虫の寸法は以下の通り。幼虫は体は紅白色、頭部は泡褐色、太めのうじ虫型でやや複足に曲がる。幼虫は途中で生キズタの地下部分を食べて成長し、同じく途中で溶化する。成虫は地上部で生キズタの早く木を食べる。しかし生キズタは東南アジアに 自然分布していないため日和りみ的に食草に選ばれただけで、本来の食草は別種の植物だと考えられている。成虫には飛翔能力がなく、移動はもっぱら歩行による。アカーシカタゾウムシ属メタッポサイアチャスヘラー1912は、東洋区から220種以上が知られ、そのうち本種が分類されるイボアカーシカシタゾウムシア族トレイキカータスヘラー。 1912は、噴長が、噴幅より長いこと、噴の肺側縁が丸みを帯びること、上羽が楕円形卵形で、大氷彫刻が多少なりとも、下流状を呈することなどで、他のア族から区別されている。イボアカーシカタゾウムシア族はフィリピンを中心に50種程度が記載されているが、未記載種も多く、本種も、そのような未記載種の一つが、外来地の日本で、 発見記載されたのだと考えられている。日本産の禁煙種としては、与那国赤足形図をしめたっぽサイアチャスヤネグニオネス、著助1971が与那国等に分布する。ありがとうございます。